今日はね、また、GoTo イート食事券を使ってね、スパニッシュフードエルカミーノ、こちらを見るとね、スペインレストラン&バーってなってるね。スペインレストラン&バーエルカミーノっていうところに来てね、プレートランチ、平日限定、本日の、パエリアプレートランチ、1000円ね、まあ、ドリンクセットで1280円、デザートドリンクセットで1500円と、まあ、これを頼んでね、1000円プラス、これ税抜きだから1100円になるんだよね、多分ね、多分じゃないな、10% だからね。まあね、本当はね、税込みで1000円にしてくればね、GoTo イート食事券でね、とてもいいんだけどな。あ、すごいね、お箸まで入ってるね。フォーク、ナイフ、スプーンに、これなんだろう、箸置きなのかな。で、ワンプレートのプレートなんだけど、パンもついてるんだよね。といったところで、これを食べてみようかと。まあこれは美味しいまずいっていうかね、うまいに決まってるよね、こういうのはね。いつもよりね、まず野菜から。うん。ドレッシングがかかってね。まあ普通だよね。家で食べてるのと基本的には変わらないと。でね、まあスペイン料理って基本的に食べないからね、どんなものがあるのかっていうのもね、面白いんじゃないかと思って、スペシャルコース、ランチのね、他にはね、ランチのプレートもあるんだけども、ランチのね、コースもあると。ランチコース、前菜4種盛り合わせ、お好きなタパス、タパスが分からん、お好きなパエリア、スペシャルランチコース、あ、それが、普通のランチコースが、まあ、そういうもろもろがあって1850円で、スペシャルランチコースが2180円、先のコースにプラスしてお好きなお肉お魚と。ランチタイム限定グラスワイン赤白400円、ランチセットメニュープラス400円で前菜バゲットドリンク B セット550円、まあそんな感じでね、ソフトセットドリンクとかってね書いてあってね、これがまあランチで、冬季限定メニューっていうのもあってね、パエリア、それからラムチョップ、熟成ラムチョップ、広島産牡蠣ときのこのパスタ、まあ、値段は今ね見えるように、カジュスマドリレーニャ、わからんよね、スペイン風もつ煮込みだって、アヒージョ、アヒージョは聞いたことあるよね、パエリア、パエリア、パエリアだよね、パエリア、あれさっきこれ見ててね、不思議に思ったのよね。あ、いいのか、パエリアか、俺間違い勘違いしたの、パエリア、パエリアかで、パエリアだよね、いいのか、パエリアとかね、アヒージョとかはね、聞くんでね、ラムチョップとかもね聞くんで分かるんだけど、マドリレーニャって分からんな、まあ、そこら辺をねいろいろとねここに書いてあるんだけどね、メニュー、シェフのおすすめコースとかスペシャルコースとかね、これなんだろう、人参かな、
人参だ。何味って言うんだろう。マヨネーズ、マヨネーズとは違うのかな。もしね、マヨネーズじゃないと思うんだけど。普通に美味しい。イベリコ豚のベジョータの生ハム。これもよくわからんね。まあ、イベリコ豚はわかるけど、ベジョータってなんだろう。まあ、サラダはね、イベリコ豚、野菜サラダ、ガスパチョ、ヘルカミーノサラダ。これはよくわからん。前菜、サラダね。オリーブの盛り合わせとかね、スペイン酢漬け盛り合わせとか、まあ、この辺りね、食べてみたいね。マッシュルームのサラダ、タパス、タパスって小皿料理ってことの、アヒージョ、アヒージョはね、油でなんていうの、煮たみたいなやつなの。ニンニク風味を表す言葉なんだ、アヒージョって。あ、そういうことなのね。なるほど。ワンプレートでも必ずね、コースと同じようにね、まず野菜から。お魚料理、これ書いてないな。マリスコス、マリスコスって読むのかな。よくわからん。それから、お肉料理、カーネスっていうのかな。豚肉がやっぱ多いね。鶏肉もあるのか。イベリコ豚、カツレツ。どうしてもやっぱイベリコ豚っていうイメージがあるよね。パエリア、まあ、これはね、ここのプレートにもあるよね。これなんだろう、肉なのかな。あ、肉だね。鶏肉っぽいね。おいしい。スペインってなんだろうな、特別なんとか香辛料があるっていう。まあアヒージョと同じようにやっぱニンニク系かなっていう感じがするけど、これはニンニク効いてないね。野菜を食べて、タンパク質を食べて。これいいな、イカスミのパエリア。これは食べてみたい。そそられるね、イカスミのパエリア。こういうロブスターのパエリアっていうよりもね、イカスミのパエリアとかこういうのにそそられてるっていうのがね。で、あとデザート、こんなもんですか。なんだ、お客さんが入ってきたんでね、お店の雰囲気。お客さんは基本的に撮らないようにね、撮影してるんでね。お客さんが入ってくる前に撮っとけばよかったけど、もうお客さん入ってるんでね。
パエリア、これはキノコが入ってて、これはマッシュルーム、パプリカ、そんなに味は濃くない。ブナシメジかな。豆も入ってるね。お店なんでね、あまり大きなこと喋れないんだよね。ここもね、ちゃんとね許可を取って撮影してるんでね、後でなんだかんだ言われたら困るんで。で、ドリンク、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールカクテルっていうのがあるのね。スパークリングワイン、カオスオレンジ、ピンキージンジャー、よくここら辺はよくわからんカクテルが。ソフトドリンク、まあ普通のね、オレンジとかグレープフルーツとかジュースがあって、カフェ、カフェソロ、エスプレッソ、ブレンド、アイス、カフェコンレチェ、カプチーノ。カプチーノっていうのはイタリアなの？あ、スペインで親しまれているミルク入りコーヒーか、カフェコンレチェ。お、スペインでもね、カプチーノってスペインなのかな、違うのかな。ウーロン茶、クロウン茶、ジャスミン、オリジナルハーブティー、ハーブティーもあるね。ソルワード、ミント風味、南国の香り。なるほどね。で、エールタイプ、プレミアムビール、オールフリー、ノンアルコールビールもあると。シードラ、グラスワイン、サングリア。サングリアって何なの？ベルモット、酒飲みなんだけど酒のことがあまりよくわからないと。スパニッシュカクテル、まあスペインだもんね、スパニッシュカクテルがあって当たり前だよね。で、スタンダードカクテル、オール500円、ハイボール、ボトルは売ってないのね。お、焼酎、これはボトルなのかなみたいだね。1合620円。あ、ボトルあるんだ、ウイスキーの。あ、違うか。ストレートロック水割り、500円、700円。まあ、このくらい、こういう値段だろうね今ね。あんま高くできないだろうね。まあそんなところでね、こんなお店で、ランチを食べていると、ランチを食べてみると、パエリアもね、これは何だろう、卵焼きみたいだな。なんていうか、サザンドレッシングみたいなのかかってるけど、卵焼きだ、普通の。おいしい。中に野菜が入ってるような感じだね。要するにスペインもこのパエリアがあるってことは、こういう米を普通に食べるってことなんだろうね。よく考えると日本人しか